よろしくお願いします。みなちんでございます。というわけで皆さん、こうテニスにはね、やっぱこうテニスでしか使わない、用語があると思うんですけど、その一つ、ヘッドを走らせる、まあ、これはまあテニスだけじゃなくて野球とかゴルフとかこう棒状のものをね、使うスポーツでは結構、使われる言葉かもしれないですけれども、じゃあヘッドを走らせるってこう、どういうことみたいなところを今日は、ちょっと深くでも簡単に、ご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレーヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これやったらちょっと明日もテニスしてみようかなと、あ、ヘッド走らせてみようと思ってもらえるような動画作りを目指してますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は、ヘッドを走らせるってどういうことですかみたいな質問ありましたので、ご紹介していきたいと思います。まあ、ラケットを打点の直前でね、こうピュッとこう、早く、扱うことを、要するにこうヘッドが走るみたいな表現をすると思いますけど、まあ、キーになるのはこの背屈の状態でこう揺れてるこの動きですね、この動きっていうのが一番キーポイントになります。まあ、バックハンドに関しても、ここで、こういう動きだったり、両手だったらここですね、インパクト直前の、少し早めにグリップエンドが出てきてラケットヘッドが遅れてきてパチンと当たるところ、はい、この部分を、ヘッドが走るという表現をすると思いますので、今日はまあどうやったら、その部分感じやすくなるかっていうところをご紹介したいと思います。ラケットのスイングをしていくときに、まあ、細かいところは省きますけど、こう下から上に力が上がっていって、膝が伸び上がっていって、まあ、右のポケットが回ってきて、右肩が出てきて、肘が出てきて、でラケットヘッドが出て、ごめんなさい、グリップエンドが出てきて、最後ラケットヘッドが、ね、出てくる、この順番で出てくると思いますけど、ヘッドを走らすというのは、このこっから最後のこの部分のところですね、ここのところ、ここのところがこう一番大事になってくると。ここが早く行くと、あとは惰性でこの前もピュッと抜けていきますから、まあ、ぐるっとここをね、グリンと早く動かしているというよりは、本当にここを早く引っ張る動きがそのままヘッドの加速につながっていくという感じでイメージをしてください。はい、今日の注意ポイントはね、ここ1個だけです。ただこのしなりの部分ですね、ここのしなりの部分はやっぱり全部の運動がこう連動して出てくるところがすごく大事になるので、あまりこのしなった状態でギューンとこう待ちすぎても、最後こう手で戻す感じになってしまいます。そうなってしまうと、今度ヘッドは走るどころか、鈍い動きになってしまいます。ですからここで大事になってくるのは、このヘッドを最後このしならす部分まで当然作ってもらいたいです。ここからヒュッて戻る、このここの使い方ですね、はい、ここのところがうまく返せるようになると、ヘッドっていうのは、走りやすくなります。フォアハンドストロークで言えば、最近の選手は結構、男子はね、やっぱこう構える選手が多くなってきて、もうグリップよりもラケットヘッドの方がこう前になってこう構える状態の方多いと思います。これはなぜかというと、最後ヘッドをヒュッてこう一瞬で、走りやすくするためですね、はい。まあ、バックでここまでやってしまっても、走るんですけど、バックはやっぱりそうやると確率が下がるので、そこまで極端にねこうなってる選手とかは少ないと思いますけど、でも両手打ちの方はこういう形が多くなってくるし、片手も結構立ってきてる方がね多いと思います。フォアも本当にこう男子の選手は極端にここまでなってますし、まあ、女子の選手でもしっかりこう立ってっていう選手がね増えてきてると思いますけど、これはこう降りてきて最後のところで素早い返しをね生むためだと思ってください、はい、特に男子選手がよくやるこの形、実際はねここまでやらない女性の方も一回試してみると、ヘッドを走る感覚っていうのはね分かりやすくなると思います。この状態からしならせて一気に戻すと、はい、これぐらいのスピード感でピュッとしならせれるといいと思います。ここで一回こうやっといて、先に向けといてヘッドを走らせる感じを覚えて、で今度後ろに向けた状態、普段のテイクバックからこうやってもしっかりねヘッドを走る感覚っていうのは出てきます。まあ、今のね一例分かりやすく言うと、こうタオルなんかをこうやってよくやったと思いますね。これ子どもたちイメージ分けやすいと思います。はい、ゆっくり出すとこう戻る時にパチンって言わないんですけど、早くこう戻してあげるとこうパチンって音がしますよね。これとここの返すタイミングのところ、はい、まあ、同じイメージだと思ってください。ゆっくりやってしまうとダランと抜けてしまうので、やっぱここからしならせてから戻すところはパンとこう一瞬の動きで行ってあげると、ヘッドを走るっていう感覚ね分かりやすくなると思います。はい、ここからのスイングでちょっとやってみます。こうしておいて一瞬でしなって戻すという感じですね。これがヘッドを走らせるポイントです。ここからいきますね。はい、これで十分ラケットヘッドがこう早く走る感覚がね出ます。今度ここからやってみます。ここまでやっておくと結構大きく、はい、帰るので
やっぱりこうピュッとこう走らせる感覚っていうのはね、より分かりやすくなりますけど、ちょっと可動域が大きくなるので、筋力ない方はしんどくなりますから、そうなると、オーソドックスな後ろにこう倒したような形から、やってみると最後でね、ここのところからヒュッと走ってくる感じっていうのが分かると思います。で、注意点としては先ほども言いましたけど、必ずこう体がヒューッとこう連動して前に向いてきて、肩肘手首で出てきたところから最後引っ張るので、こう手の力でよいしょって引っ張ってる感覚っていうのはね、まあ、全部が100としたら10ぐらいしかないです、まあ、ほぼないって言ってもいいぐらい手で持ってきてるわけではないです。手で持つと動きがよいしょってやると動きがゆっくりになるので、おそらく走るっていう感覚がねなくなってくると思います。力を抜いて、前に向く体の力で、引っ張ってきてあげると、引っ張ってきてあげるっていう感じにすると、このしなりの部分がうまく戻って、はい、ラケットをこうコントロールがねできるようになります。ここでヒュンとこう走る感覚ですよね、まあ、打点にこう顔をしっかり残すと、よりここでこうヒュンってこう走ってる感覚っていうのがこう自分で分かりやすくなると思いますけど、そういう感じでこう走らせると、力を入れてよいしょって走らせるんじゃなくて、体を前に向ける勢いで最後こういう状態から、大げさにやるとね、こういう状態から引っ張り出してあげるんだっていうつもりでやると分かりやすいと思います。はい、でそこまで分かったら、この手首っていう関節は本当にこう自由に、動く、いろんな角度に動く関節ですので、ここでヘッドをこう走らせる動きの中で、バックもそうですね、ヘッドを走らせる動きの中で少し斜め上に走らせたり、まっすぐ走らせたりっていうところで、フラットのあたりであったりとか、フラットドライブのあたりであったり、トップスピンのあたりであったりっていうところね、ウィンドミルなんかを使ってこうやって走らせると本当にこう真上に振るような形になるので、力強いトップスピンになるような感じを生み出せたりとか、いろいろな角度でこの手首のしなり、ラケットヘッドの走りを使って、いろんなね角度のボールを打てるようになりますので、あとはね手首の角度を調節しながら楽しんでみてください。こういう感じで低いボールも打てますし、ここから少しずつね、はい、今のは少し上に抜いていきました。今のさらに上に抜きましたね。こう走らす方向っていうのを、変えていくことができるようになります。まあ、全部共通は体が前に向いてこれ引っ張り出すところですね。ここのところが全部、共通になります。ベースとなるのはこの緩みの部分ですね。背屈の状態の緩みの部分から入って、その状態から体が前を向いて最後ラケットヘッドだけが残った状態、これがシナリオを生む状態で、ここからシナリオを戻すときにこうラケットが走ると、ヘッドが加速するっていう感覚が、生まれてきます。気をつけるのは手でうって加速させるんじゃなくて、あくまで引っ張ってくるっていう感覚をね、使うっていうところを大事にしてあげるといいと思います。でそれを使っていろんな角度にボールを打つというところまで落とし込めると、結構ヘッドがよく走るっていうけど、なんかなっていう感覚がね、少しずつ、分かってくると思います。くれぐれもね注意してください。手首のところばっかりを説明しましたので、手首でこうなんとかしようとすると、痛める可能性ものすごくあります。最終的に、手首がどう動いているのかっていうところを説明しました。その動きを作ったり、その力を生み出す部分は、体全体の部分だったりします。これはもうバックハンドでも一緒ですし、両手打ちバックハンドでも、一緒です。上手い人ほど力多分ね抜けてると思います、はい、抜けてるのでより走ると、リラックスしてる方が走りやすいと、はい、いう感じになりますね。でなぜリラックスすると走りやすいかというと、体で引っ張ってるからというところがね、分かっていただけたらなと思います。はい、まあ、ヘッドが走ってね、本当にこうパチンと当たるとものすごく気持ちいいショット飛びますので、ぜひコートで試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今日はね、ものすごく、簡単に、紹介をしてます。このヘッドを走らせるっていうところ、すごく難しいんですけれども、慣れてくるとこうリラックスした方がやっぱ走ります。はい、力が抜けた方が走るんですけど、そこで行くまではやっぱりある程度ね、力みを持って練習した方がいいと思いますし、いきなりリラックスをしてヘッドだけ走らせてしまうと、今度ボールがね、どこ行くかわからないっていう、はい、コントロールとの両立が最初は結構ね、こう難しく感じますので、まあ、悩みながら、力抜きながら、時には入れながら、まあ試行錯誤しながらねやっていくのが一番いいと思いますので、ぜひねこう気持ちよくパチンとこう、走るようになるまで頑張って練習していきましょう。僕もね同じですので頑張ります。では。
street alone.